先日5本出されたんですね、ま、はい、こちらです。マエストロ、そこまで話していいんですかですね。はい、これはヤマハミュージックメディアさんの方から出させていただきました。あ、そうですか、この間も関西フィールドでは完売、持って行って売ったのが完売だったとかいうお話ですけど。いや、まだこれ発売されてねばっかりですよね、まだ2週間経ってないんじゃないかと思うんですが、すごいですね。実はあの初版が全て完売いたしまして第2版になりました。あ、そうですか、はい、じゃあもう2版が今進行中ですね。そうですね、はい、おかげさまでありがとうございます。やっぱりあれですね、垣根を取っ払うというでもそういう5本お作りになったらすごく良かったなと思いましたけど。そうですね、今までね、はい、指揮者がどうやってね、その勉強をしてとか、はい、どうやってそのオーケストラとね、リハーサルの時に何をやるのかとか、えー、そういった話をなかなかされないじゃないですか皆さん、ね、そうですね。で、指揮者というのはなんか演奏会の時にね、舞台上で踊ってる場合でしょとかっていう人も いらっしゃるぐらいね、はい、そんな風に思われてましたので、やっぱりそれは違うんだということをね、まあ、この本を通してね、あ、皆様にね、もうちょっとでもその本当にもう本当に本当にもうそのなんていうか少ししかまあお話できないですけどね、これだけではね。ですけど、まあ、ちょっと知っていただけたらなということで。ああ、そうですか。はい、へえ。で、ところどころにあのコラムが挟まってるのも面白いですね。そうですか。あ、こういうことがあるんだなんていうことも。そうですね。そういったこともこう。まあ、自分の体験談も含めて、ね、散りばめさせていただいて、どういう環境下から作品が作られるかいうバックグラウンドは分かりますもんね。そうですね、やっぱり作曲家がどういう場所にいて、でどういう政治的な環境だったかとか、そういったところからねやっぱり作品ってのは生まれてくるのでね、やはりそれはあの知ってるのとそうでないのとではアプローチが全然変わりますのでね、はい。お忙しい中でよくお作りなお書きになりましたですね。いやいや、これいろいろとお手伝いいただいてるので。あ、いや、もちろんね、そうだと思いますけども、はい、そうですか。やっぱり皆さんのね、これ協力なくしてはできなかった本なので、これは、はい。でもなんていうか、ご自分のね感じてらっしゃることとか、それがそのままストレートに出てるから、そうですね、はい、それはね本当に読者としてはありがたいですね。書いていただいた松井さんですけど、はいはい、もう彼とはね何度もやり取りをして、それで、そうですと何回やり取りしたかな、本当に数え切れないぐらい。あ、そうですか。文章もこちらの方がいいっていうことがね、もうやり取りがたくさんあって、それで書かせていただいたんですよ。あ、そうですか、はい。それからこの間もちょっと話変わりますけど、オクタビアから、はいはい、素晴らしい CD が出たんじゃないですか。山京でしたよね、あれ。ありがとうございます。山形交響楽団が、何年前かな、5年ぐらい前からですかね、はい、ブルックナーの交響曲に取り組みまして、はい、で山形ってまあ、いらっしゃったことない皆様にね、申し上げると、はい、周りをね、はい、月山とかそれから蔵王連峰に囲まれていて、はい、まあ、ちょっと北の方に行くと鳥海山があったりね、はい、まあ、とてもこう素敵な山がね、点在する県なんですよね、はい、でそこに緑があり、そしてまあ、場所によっては本当に素晴らしい温泉が湧くんですけど、まあ、場所によってはというか山形は全市町村で公共温泉がありますのでね、こんな県は全国探しても山形しかないのでね、でやはりそういった場所というのはね、例えばドイツで言ったバーデンとかね、あとウィーンのそばにはバーデンって場所ありますよね、やはりそういうクアハウスがあった場所で、そこで作曲家が、例えばモーツァルトのね奥さんのコンスタンツァもそういうところで、はい、療養してたこともあるし、はいはい、それから当然ブルックナーだってそういうとこ行ってると思うんですよね、はい、やはりそういう場所とそれがその山々っていうものがあって、はい、つながりますよね。やっぱりブルックナーの交響曲できてると思うんですよね、はい、だからそういう環境で、音楽活動をしている山形交響楽団にはね、まあ、うってつけの作曲家だろうなということでやり始めたんです。あ、そうですか。で今回が4番取って、それから5番取って、3番取って、この6番取って、はあ、で来年7番取るんですけど。あ、そうですか。で今回その6番がとても皆さんがなんか高評価をいただいてるもんですから、その5本の中でも6番について書いてらっしゃいますね。そうですね、やはりブルックナーの生きてた時代っていうのはですね、はい、まあワーグナーをね、はい、演奏するためにできたそのバイオリンと、
そんなところは大きな編成のオーケストラありましたけど、一般的にはそんなに大きな編成のオーケストラはなかったわけですから、だから山形交響楽団のスケールでも大丈夫かなってことで、やっぱりオケと、はい、なんか一体感になって演奏してるしゃることを感じられますね。ありがとうございます。もう本当一人一人はね、はい、もうブルックナーのメンタリティを存分にこう感じ出しているオーケストラになってきたのでね。あ、でまあそれをやってきてるもんですから、実は今度5月の11日にアクロス福岡の方でね、はい、九州交響楽団の定期演奏会で、あ、そうですか、はい、ブルックナーの4番を取り上げさせていただくんです。あ、なるほど、はい、ただそうですか。事務局長でいらっしゃるね、はい、今村さん、今村明さん、はい、はい、彼はね、だけど急遽ね、っていうか九州のメンタリティにブルックナー合わないんだよなとか最初おっしゃってましたけどだけど、まあ、確かにね、その九州の皆さんってすごくラテン系っぽい方が多いしね、またそのブルックナーのそれとはちょっと確かにメンタリティ違うのかなとは思うんですけど、ただ今までその九州交響楽団が取り上げてこなかったね、はい、そのブルックナーという交響曲を、はい、まあ、今まで僕がヨーロッパでやらせていただいたりね、はい、山京でやってきた中からね、まあ、少しでもなんか感じていただけるものを ね、皆様とご一緒にできればなと思って、ね、あ、そうですか、はい、それにはついても九州の方もぜひその5本読んでほしいですね。そうですね、まあ、これぜひねお読みいただけたらブルックナーの4番のこと書いてあるのでこれね、そうですね、はい、よろしくお願いします、はい。